予弁法には以下のようにいろいろな意味がある。語源はギリシア語のパイローラムダイータプサイオタ、プロランブニーン。修辞学では予弁法は未来の出来事を先んじと言及する修辞技法のことを言う。例えば実際にはまだ死んでいないが死にかけている登場人物を死人と表現することである。映画のような言葉を用いないメディアでも同じ技法が使われるが、 その場合は、フラッシュフォワードと呼ばれる。一方で、意義の予想という意味もある。例えば、話し手が、ああ、と言い、聞き手が、だがそれは、不可能だ。というに違いないとき、話し手は、聞き手の意義を予想して、聞き手がそれを言う前に、自ら先んじて、ああ、だがそれは、不可能だ。ということである。つまり、自分の意見に即座に、自分で意義を唱える。 修字技法である。この技法はより正確に言えば、プロカッタレプシスと呼ばれる。統合論の構成単位の中のある要素を、論理的に対応するであろう場所の前に置く、公文である。例えば、ザットノイズ、アイジャストハードイットアゲインで、ザットノイズは、文法的には、イットの位置にあるのがふさわしい。古代の認識論では、プロレープシスは、いわゆる、予想。 先取りを意味する哲学的概念として使われる。例えば、世界の真の知識につながることができる全理論的な概念などである。prolepsisatumanities.byu.edu h ありがとうございます。